ガールズガールズはメンバーが9人いるんですが、今週は小川陽香と山口キラと小田柚葉、この3人のスカブルでお届けします。お願いします。さあ、いつも通り近況トークしますか。はい、そうだね。はい、まあ、まず先日、長崎でのイベントを終えましたということで、はい、どうだった？キラって言ってもね、この収録の時はそうです、ね、実はまだ終えておらずなの で、うん、ね、全力で楽しんで来い来いっていうね気持ち。でもなんか私の場合はこう初地元でのイベントっていうのもあるし、まあその稲佐山っていう場所も、もうめちゃくちゃちっちゃい頃から行ってた場所なんで、多分もうすんごいニコニコして帰ってきてるんじゃないかなって思ってますね。やっぱりなんかあの今回あの他にも先輩方もそうですね、きっと自分たち緊張してんだろうなと思って、きっとうまくいってると思います。さ、フェスっぽい感じだからさ、すっごい楽しみなんだよね。確かに何回かリハーサルも重ねて、そうね、来てるから、はい、ね、たくさんのファンをゲットできたらいいなとも思ってます、はい、あと3月といえば卒業シーズンということで、あの、私とゆずはが卒業いたしました。おめでとう。おめでとうだよね、これは。おめでとう、おめでとう。どうだった？卒業式は。ゆずはがね、多分ね、結構早かった、早かったね、めっちゃ早かったね。寂しかった？全然。やばい、ちゃんと通ってたんだよね、高校。あっさりしてた。めっちゃあっさりしてた。だからコロナ禍だったから、うん、そうね、なんかやっぱできることもできないじゃん、声を出すとか歌とか。そうね、そうね、やっぱできないから、すごいあっさり終わったかな。でも今日ゆずめっちゃ楽しんでるイメージあって。いや、ヨカもそう。なんかさ、一回なんかの、うん、体育の授業かなんか踊ってるやつを見せてもらったんだけど、うん、めっちゃ楽しそうやったんよ。あ、なんか、そうだから、青春してていいなと思いながら、ね、楽しかったかも。そうね、なんだかんだ、うん、ヨカどうだった？そうね、それこそ本当ゆずが言ってる通り、本当、うん、ね、初めて聞いた言葉の効果成長じゃん。そうね、普通そうじゃん、効果成長なの。あの、聞くから。やばくない？うん。よかさ、ね、効果成長って何、うん、って思った。びっくりしたもん。それ聞いた時もびっくりしたし、ね、初めて聞いた言葉だったし、うん、何にそれだって聞くからかとか思いつつも、うん、でもね、ヨカも泣いてない。あの、名前呼ばれるやつはどうやった？どんな感じ？ああ、もう、あの、担任の先生が男性の方なんだけど、もう、すっごい綺麗。小川ヨカ、うん、みたいな感じなの。だからもう、泣きもできないんだよね。え、返事はすんの？そういうところするするする。あ、それはするんだ。拍手が大きすぎて多分何も聞こえてないからっていう、ね、でもヨーカも泣くかなと思ったんだけど、うん、てか3組だったんだけど、うん、1組のだけ泣いて、なんで自分のクラスの泣かした。1組にお世話になってた。なんかね、1組のその先生のコメントにグッときて、うん、と後ろの音の選曲。あー、なるほどね。あるよね。なんか泣けてきちゃった。ヨカの時さ、バンドだったんだ後ろ。ヤバくない？ノリノリやん。そう、バンドでね、ノリノリだったっていうのもあって、ヨカはねちょっと泣けなかったんだけど、うん、でもね、南からお花もらったよ。素敵。いつもトーからもらった。うわ、ほんと、うん、なんかすごい、いいね、でっかいバルーンもらって、おなんかそこに写真が2個あったんだけど、ちっちゃいメッセージが書いてあって、大好きだよって。いやこれさ、メンバー同士でさ、さりげないのやばくない？ね、しかも同じ学校だからできることやん、うん、寂しくなるね、多分トアとミナミは。そうだよね。ヨカもね、お手紙とお花もらった。素敵。もうそういうね、なんかいいね。そう、私はこの収録の、うん、前日、昨日だったんですけど、うんうんうん、本当になんか、うわ、終わったんやと思って、うんうん、もう制服着ないじゃん。確かにね、と思って、うん、すごい実感が湧いて湧くんだ、うん、おだからね。でもこのガルラの中にもね、きっと卒業を迎えた方と、あとはこれから卒業を迎える方がね、いらっしゃると思うのでね、お願いします。そうです ね、うん、せっかくなので、じゃあせーので、卒業おめでとうに。オッケーオッケー、はい、はい、せーの、卒業おめでとう。ねえ、ちなみにさ、うん、どれが一番泣いた？うちらさんも小中高、うん、まあ、幼稚園も入れて、はい、小中高で、うん、ね、うん、卒業卒園を迎えてるわけじゃん、ね、4回迎えてるわけだけどさ、うんうん、一番記憶に残ってるとか泣いたのとかっていうのは？圧倒的小学校。はい、わかります。うん、よかも小学校、そうだよね、やっぱ6年
って長いよ、ね、でかいね。ねえ、ゆずも小学校圧やばいって、ゆずも圧やばいよね。ゆずもそうだよねやっぱ小学校なんだよね。だからさ、ガルラの中に中学生がいるとしたら本当に羨ましいし、本当に楽しんでほしい、うん、えでも小学校の友達大切にしてほしいってすごい思う。ヨガたちはさ、2人に関してはそっちに関してはもう本当、うん、ね、あの小学校の友達ね、うん、もう地元だよね。そう、出会うことがない、うん、ね、少なくなっちゃったから、まあ、そうね、でたくさん遊んでほしいなって思いますね、うん。さあ今日はですね、ガルラーから届いたふつおたを読んだり、ガルガルコール&レスポンスのレスポンスメッセージをご紹介します。今日もエンディングまでお耳はこのままステイチューン。ガールズガールズのガルガルトーク、この番組は那須ハイランドパークの提供でお送りします。ここからはガルラーから届いたふつおたを読んでいきます、うん、ということで誰から読みますか。はい、私から読んでいきたいと思います。はい、ガルラーネーム福岡のゆうきさん、うん、スカブルの皆さんこんばんは、いつも応援しています。質問です。最近した買い物で一番高価なものは何でしたか。うーん、なんだろう、最近した買い物、みんなガチでしてない、してない、ゆずある、本当にしてないかも、してないな、ね、じゃあさ、多分さ、高価な買い物ってなかなか最近行けてないからさ、コンビニとかしない、うん、いやいやいや、コンビニ、コンビニかなんかそういうなんか水、なんでもいい、なんか洋服とかないでしょ最近、わからないけど、うん、コンビニも行った記憶もないぐらい、何してるのコンビニ行った記憶もないのよ本当に。あれは今後買いたい高価なものとか、うん、はいはい、あ、いいやん、あ、あり、ありだね、私あるよ、うんうんうん、私今後買うであろうっていうか、もう絶対買うんだけど、うん、買わないといけないのよ。弟のタンプレと、うんうん、あの一番年の近い妹の、うん、まあ、卒業かつご受験合格おめでとうのプレゼント。高校生、いいですね、高校生、そう高校生になる、あ、そうだから成長早、ちょっとね、受験勉強頑張ってたし、うん、プレゼント、しかもいい、ね、言っちゃったから、うん、あの買わないといけないよ ね、 そうだよ、ね、自分から言っちゃったからね、はい、言ってしまいました、聞いてるよ妹も弟もやっぱつい言っちゃう、言っちゃうよね、買ってあげるよって言っちゃったら、うん、もうそこでね、うん、守んないといけないから、うん、そうですね、お姉ちゃんの使命なんで、はい、買う予定なので、はい、それが多分ね、きっと高価なものになるかなと、うん、他にあります。私はバッグ、バッグ、うん、なんか今狙ってるブランド物のバッグがあるんですけど、それをちょっと春は買いたいですっていう、キラー、でもまだね、あれなの、まだお誕生日プレゼントをねもらってないのね、うん、あ、そうなの、ね、お母さんたちから、それをなんかずっと選んでて、うん、なかなかいいのに出会えてなかったから、うん、ちょっと ここになくて今キラーを、キラーが子供だったらゾワゾワしちゃうかもしれないんだけど違う、ね、これってママに買ってもらうとかじゃなくて自分も出すんだけど、うん、そう欲しいものがあるんで、うん、それ買えたらなーなんてそんな高価なものではないんで、うん、はいはい、まああのあれですね、はい、どっかの仕事のタイミングで出会うのが楽しみですわちょっと買ったもの見せてほしい、ね、見せますねとかで、ユズはある、なんか私はあのワイヤレスのヘッドホンが欲しいなと思って、ヨガつけてたようなやつ、黒のヘッドホン、うん、あ、なるほどね、ああいうやつ、あれは安いよ、うん、安いんだ、うん、あれは安いけど、ヨガもそれだったらヘッドホン買おうと思ってる、おお、あるのに、いい、ね、奮発ちょっといいやつ、あのノイキャンがついてるやつが欲しい、え、今のもめっちゃいいやつだ、いやでもなんかね、まあなんかさ最近ちょっと流行ってるし、なんか欲しいなっていうのもあって ね、今ヘッドホンにノイキャンがついてるの、そうよ、すごい、もうマジで何も聞こえなくなる、はあ、そうだろうね、そう、でもさ、ね、夜道は怖くない、え、怖いよ、ね、ノイキャンの時の後ろ怖いよ、ね、確かに、私変人だと思う、後ろ何回も振り返りながら帰ってる確かにね、まあいいよいいよね、まあでも確かにいいね、それ買ったら教えてください、はい、はい、福岡のゆうきさんありがとうございました、うん、ありがとうございます、ガルラネーム沼れ稲葉さんですね、スカブルの皆さんこんばんは、うん、いつも楽しく聞いています、おしゃれ番長のヨカちゃんを筆頭に美容博士のキラちゃん、女子力先生のゆずちゃんと忙しいはずなのに、スカブルの皆さんはいつも綺麗だと思っています、うん、私は乾燥肌のため保湿には苦労しているのですが、最近良かったスキンケア用品や肌にいい食べ物とかおすすめはありますか、うん、私は今保湿は浸水クリームを使っています、これは
皮膚科処方です。それを小分けにして自分の好きな香水を少し混ぜて使っています。そうすると高級ボディクリームみたいになるのでおすすめです。混ぜる香水の量にもよりますが、私はすごく微香にしています。ハグしないとわからないレベルなので、なるほどね、機会があればぜひ私とハグをして確かめてほしいです。ちょっとこれからも子供たちと応援しています。頑張ってください。すごい、ありがとうございます。浸水クリーム、でもさ皮膚科出されるくない、確かに、だっけ、うん、あの青い蓋みたいなやつで昨日出されるそれは皮膚科によるね、うん、皮膚科によるけどあれでしょ、下は透明で上がちょっとなんか半透明の青いやつでしょ、うん、でも場所によるけどね多分蓋開けたら先とんがってるやつ、え何それ、あチローンみたいな、あ全然わかんないまあでもあるよね、そでもね多分それじゃない気がするんだよね、うん、浸水クリームって何、もう初めて聞いた、ね、絶対沼る稲葉さんの方が詳しいやんね、うん、でもなんか、うん、あるえ、ちなみにさ、うん、乾燥肌の人、はいはい、え、みんなやなのまだよく混合肌かもしれない、うん、おー、うん、なんか場所によってだから混合肌、ね、一番大変なんだけどさ、乾燥どう、なんか乾燥肌の私これ使って、うん、めっちゃ落ち着きましたみたいな、ある私は肌がめちゃくちゃ荒れてる時に、あの鹿のこうクリームとかあるじゃないですか、あ 鹿がね入ってるやつね、そうなんかあの多分見れば分かる、あのそれ鹿じゃない CICA、うん、鹿パックとか、そう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 、あれを使うと、私乾燥肌なんですけどめっちゃ肌にあって、でその鹿パックは私毎日やってます。あ毎日やる、うん、なんかパック毎日やってるよね、毎日やってる、すごいパックやってる、なんかなんかでも鹿ってあれなんだってね、本当になんだろう、敏感肌用だから、そうそう基本的に荒れる人がいないからめっちゃいいみたいな、結構低刺激、そうだよね、めちゃくちゃいい、うん、あるゆずは、マジで肌に関してこだわりがなくて、あそうなの、うん、適当なのでもさ、まあでもとりあえず潤っとけばいいやみたいな感じか、だからちょっと乳液多めに塗るかなぐらい、はいはいかな、なんだろう、ヨーカはでもみんな知ってるでしょ、プロペト持ってきてんのやばい持ち歩いてプロペト、うん、あのワセリンのもっと、はいはいはい、ワセリンの本当に何も入ってない綺麗な状態のやつをプロペトっていうらしくて、うんうん、プロペトをねずっと使ってる、へえ、ね、乾燥にめっちゃいいらしい、うん、そうなんだ、そうそんな感じですかね、そうですね、でもいいねこのさ浸水クリームに香水混ぜてちょっとすごい、ね、ほんのり香るぐらいって一番良くない、女性すごいね、いやってみようよ、だからハグしないと分かんない、そうだよハグしないと分かんないのでもドキッてしない、ね、ハグしてさめっちゃいい香りだったらドキッするもんね、ということで、あのに生まれ稲葉さんありがとうございました、ありがとうございます。じゃあここで一曲、うん、選曲したいんですけど、私はゆずはに言ってほしいかな、うん、それではここで一曲聴いてください、イーストイーストで桜道、僕らがずっとふざけ歩いたこの並木通りもボロボロだった教室だってもうさよならなんだね、時には泣いて傷つけ合ったそんなこともあったね、あれもこれも日常全部今懐かしいんだよ、放課後教室の窓空気が差して届けしたのはイーストイーストで桜道でした。ガールズガールズのガルガルトーク、ここからは
ガルガルコール&レスポンス。久しぶりだったもんね。みんなで言うかと思ってた。あ、そっかそっか。ごめん。このコーナーでは私たちのお悩みや聞きたいことをガルラーに答えてもらったり、意見を聞いてみようというものです。スカブルは久しぶりなのでコールを忘れたガルラーもいるのかな。今回のコールは2023年ガールズガールズにやってほしいことです。おお、うん、今年も。ね、あの3月に入っちゃいました、ね、入っちゃったんですね。まあ、でもあのガルラからのね、うん、レスポンスを読んでいきたいと思うんですけど、うん、じゃあまずはキラーかな。そうですね、キラーから私からいきます。ラジオネームスカビさんからです。2023年ガールズガールズにやってほしいことは、みんなでお化け屋敷に行って一番ビビリなのは誰なのかを決めてほしいです。私はビビリなので誰かの手を引っ張ってもらわないとお化け屋敷に行けません。みんなは誰が一番リアクションが面白いと思いますか。あ、リアクションが重、どういうこと一番ビビリな人なのか、面白い。多分質問はみんなでお化け屋敷行って一番ビビリな、ビビリは誰なのか、で、まあ、プラスアルファで一番リアクションが誰を面白いと思いますか、ね、みたいな感じかな。まあ、だからヨウカが思う、うん、パッて出てきた人っていい？いいよ。一番ビビリなのはクレアだと思う。あー、でリアクションがおもろいのは、うん、モモカかミサキやと思う。あ、でも多分モモカもね結構多分ビビリなんよ。怖いのは見るけど、ね、実際にこうお化け屋敷ってなったらなんか無や気がする。確かにね。てか別に誰もさ、ガールズメンバーお化け屋敷好きとかおらんくない。いや、おらんね。あんまね言わないよね。ミサキが一回おはスタのロケで、うん、そう無理やり、しかも言ってたわ。そう、岩井と池崎さんに無理やり先頭で行かされて、半泣きで帰ってきたことはあった。でも やれる人だから、うんうんうん、意外と多分できるんよ美咲は。え、キラオが思うに、うん、一番ビビりなのはゆずくん。まあまあまあ、怖いのはね見れるとか。そうだよね、確かにゆずだわ。ゆずはだって本当無理やと思う。ガルガクの撮影の時だってもうさ、うん、いや、あれはみんなが悪いよ。そうだよね、ごめんね、言うけどみんなが悪いから。いや、あれちょっとチャチャっぽい感じで、あの撮影の時になんかあの、うん、体育館で真っ暗な、うん、そうだよ。多分みんなも怖かったんだよ、階段話の時に。そう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 、そうそうゆずだけちょっと置いてちょっとパパーって逃げたら半泣きで帰ってきたんだよね、ゆずが。しかもなんか多分リアクションもビビリなのもできるはどっちもゆずなんじゃないかなってキラーの中では思ってる。マジ確かにそうかもしれない。うん、ガチギレしそう。釣れたことしたある意味、うん、とは強いっていう意味で面白いんじゃない。なんかリアクションはおもろそうだよね。なんか、ね、なんか低い、おい何してんねんとか言いそうやん。友達だったらどうするね、うん、なんかじゃんけんとかしたりしてね、お化けと。おかしいだろ、絶対。そういう感じする。、うん、じゃあゆずですかね。そうね、私もなんかゆずでパッとした。ゆずでいいの、うん、パッとするんかい。ゆずだわ。じゃあ次レスポンス読んでく。はい、うん、ガルラーネームつつみさんからです。うん、今までの楽曲をアコースティックバージョンやピアノバージョンでセルフカバーしてほしいです。ーガールズガールズさんの魅力といえばかっこいいダンスと個性あるメンバーの魅力的な歌声だと思っています。うん、その歌声に特化した楽しみ方をしてみたいなと思い提案してみました。チュアパネのような明るい楽曲が洗礼された今のガールズガールズさんの歌声でバラード調で聴くことができたら嬉しいです。うん、なるほどね。なんかあえてめっちゃ明るいやつをアコースティックにやるっていうのは確かにありですね。確かにこういうのはガルガルチャンネルとかでできそうだよね。できるか。でもライブでやるのよくない？ね、ああ、逆に、ね、それこそさ、あのつなぐつなぐをさ、うんうんうん、よかったですね。ピアノで先生が弾いてくださってっていうね。確かにね、ありなんじゃないか。ありですね。これはしかも実現できるにも、うん、できそう、ほぼできるに近いから。そうだね、ありだね。そうですね。なんかでもアコースティックとかじゃなかったけど、ワタモテやってましたよね、アカペラだけど。ああ、ガルガルチャンネルで、うん、そうそうそう、やってた、やってた、あ、やった、やった、ああいう感じってことでしょ。確かにそういうことか。うん、ありですね。なんかさ、いいね、また別に、うん、いろんなね一面を見せるっていう意味でもありやね。うん、面白そうね。うん、じゃあ次いきますか。はい、じゃあ次、ゆずはちゃん、ようかちゃん、きらちゃん、こんばんは。ガールズガールズを大好きなななちゃんとママです。うん、お、3つあります。お、1つ目はライブで花道を使ってほしいです。うん、2つ目は今年も那須ハイランドパークとコラボをしてほしいです。3つ目はコロナ禍で行けなかったのでまたチュアパネカフェ、わー、やった、懐かしい、夏やりたい、懐かしい、え、やりたい。しかも
さチュアパネの時めっちゃ幼かったから今のあれ、ね、自分たちでさドリンクなんか、うん、決めたよね。うわ夏たくさんあるけど3つに絞りました。ファンミの可愛いグッズが発表されてとてもワクワクしています。レオカちゃんの BTTF MLB コラボ素敵でした。洋服買うね、うん、岡崎体育さんとのライブに、うん、お当たったので、とっても楽しみにしています。ありがとうございます。なんかねでも実現できそう、ね、言えば言って、うん、本当にお願いすればいけるんじゃない。でもナスハイさんね、ナスハイランドパークさんねやりたいねまた、うん、でもさライブの花道ってさやっぱ会場によってちょっとねできないことがねあるから。そうです、ね、花道の距離ってすっごい近いからやっぱり、うん、来た時ってめっちゃワクワクするし、ね、ドキドキもするもんね、うん、でもさ私たちもやりたいのよ。いやできるもんならよく花道も行きたいっていう、うん、なのでまたねなんかライブするとなったら花道使えるように頑張ります、ね、はい頑張ります。とコラボ、はい、マッチワッパね、うん、うわでもさチュアパネカフェじゃなくてもいいんでしょ。そうだよ何カフェが。しかもさ2023年まだこれからだよ、うん、何でもできちゃう。そうだね新曲のやつのカフェとか。カフェやりたい。え、ね、ありじゃない。カフェいい、うん、めっちゃありやんね。打ち合わせやんこれどうしようか ねどれもねすごい面白いものばっかで。そうね、うん、だしあとはファンミ、うん、もうだってそうです、ね、3月15ならもう超近づいてるやん。そうねね、ファンミグッズも、ね、今回も自分たちでこう、うん、ね、うん、いろいろ話し合って決めたもので ね、ぜひたくさんの方に使っていただけると嬉しいです、はい、とそうですね私もお洋服コラボのイメージ、うん、ビジュアルモデルさせていただいて本当にこの話いただいた時すごく嬉しかったし、うん、お洋服もとっても可愛いので、うん、ぜひあのたくさんの方に見ていただけると嬉しいです、うん、お願いしますと岡崎さんね。そうね、うん、それも楽しみ。さそうね誰かのライブでさゲストで呼んでもらえるってさ、うん、なかなか ね超嬉しいからさ頑張ろう本当にね頑張ろう、ね、さあということで今3つ一応読み終えたので、うんはい、ベストレスポンスを決めたいっていう、ね、でここのゆずはお願いしますって書いてるんだけどじゃあゆず決めたいお化け式ないわお化け式はないですね。あれね、嬉しいか。ごめんなさい。行きたくないもんね。そうね。ちょっと、ね、確かにね、うん。ちょっとダメかな。確かに確かに。急にちょっと多いし。そうね。お化け式入るのちょっと狭いから。確かに。確かに。まあ、3-3-3で分けれますけど。いや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 、いやそんなね、面倒な気がしない。いや、待って。あ、見るか分かる。ねえ、ちょっと無理なんだけど。だけど、帰ってこないんで私、出口わかんない。お化けに助けてもらってるお化けに罪悪感を感じさせてしまう。絶対怒って帰ってくるよ、ゆず。じゃあ、やめとこう。ね、じゃあ、すいません、お化けはちょっと。お化けなしで。すいません。ね、じゃあ、じゃあ、カフェで。お本当に本当に、まあ、確かに、そうね、ね、ずっとやってないから、うん、コラボカフェあり。はいでは今回のベストレスポンスをゆずはお願いします。はい、2023年目標はコラボカフェをやるです。イエーイ頑張りたい頑張りたい、はい、でもねやっぱこれを言ったからには、うん、ぜひそうですね、やっぱりやりたいし、はい、実現したいですね、うん、やったらね来て、うん、ぜひそうよ遊びに来てほしいですね、はい、ガルラーの皆さんたくさんのレスポンスそして普通おたもありがとうございました。ありがとうございました。メッセージもお待ちしています。番組のホームページからまたはメールアドレス girls@joqr.net girls@joqr.net までお願いします。番組ツイッターでも募集をかけているのでぜひチェックしてください。それではここでちょっとメンバー選曲ということで、うん、今日私がやるんですけど、まあ、今回こう3月っていうのもあってさっき話した卒業シーズンっていうのもあるので、そうだよ、うん、私が小学校の卒業式でみんなで歌ったゆずさんの栄光の架け橋をいいですね、かけたいと思います。はい、まあ卒業の子も多いと思うのでなんか思い出に浸る、思い出にそう浸るじゃないですけどまあ2人も思い出に浸ってもらいながら聴いていただけたら嬉しいです。はい、それでは聴いてください。ゆずさんで栄光の架け橋。誰にも見せない涙流した涙があった。
決して平らな道ではなかったけれど、確かに歩んできた道だ。あの時思い描いた夢の途中に今も送りしたのはゆずさんで栄光の架け橋でした。ガールズガールズのガルガルトーク、エンディングのお時間です。ガルラからの普通歌やコール&レスポンスのメッセージを、ね、たくさん読みましたけど、はい、うん、キラどうやった？そうですね、でもコール&レスポンス久しぶりだったじゃないですか、ね、2023年やっぱね、みんな何しようってなるから、うん、今日ここで目標を決めれてよかったし、ね、うん、絶対実現したい、ね、ゆずどうだった？なんかやっぱりコール&レスポンスがやっぱおもろいなって思って、ね、すごいファンの人の意見も聞けるし、うん、なんか こうやって持ってるんだって思うことも聞けるので、こうやってね、こうやって持ってるんだって思うことも聞けるので、うん、すごい嬉しいですね、うん、じゃあ陽花は3月卒業シーズンで、うん、最初の方で冒頭でね卒業のお話できて、でまたあのキラの選曲で、うん、卒業シーズンソング聴けたりで、こういろいろと私も思い出せて、うん、でこうガルラのみんなもなんかね、あのお父さんお母さん世代の方もきっと思い出す、うん、そうね、することもあったと思うから、すごくなんか濃かったんじゃないんでしょうかって、はい、本当に思ってます、うん、まあ、そしてですね、うん、ガールズガールズファンミーティング2023が今年4月に札幌、新潟、仙台、東京、名古屋、大阪、福岡の全国7都市で開催決定しています。ありがとうございます。詳しくはガールズガールズのホームページをねぜひチェックしてください。お願いします。来週は B チーム、クレア、モモカ、トワがお届けします。それではここまでのお時間はガールズガールズ小川陽花と山口キラとデイズハでした。それでは来週もお耳にかかりましょう。またね。